こうやってね、これ左フックなのね。これ空振りしたらば、こう来ただけなの。ところが、この芯っていうのは、ここなのよね。顎な、顎を打つのはここなの芯ね。と、ここに行くために、プロは、どんな構えてもいいんです。こう、構えててこう。普通の構えね。そうした時には、この段階で、ここに飛んでいかないといけないわけね。左フックの場合は。手は動かさないんだよ。ここからこう行かないね。そのためにこれあのそっくり体の位置がないこの向かって行かないとフックにならないわけだ常に蹴りでも足も手もやってもバーンって行かないと左フックじゃないわけ体の位置相手に向かっていくボディでもこうして構えてこうやって打つやつじゃないこう来たものがドンこう来たものがドンって持っていかないとパワーがここに行かないの。みんな手でパーンってやるから、効かないんだ。体の石、ドンっていけば、必ず、体重がこっちに来てるの。はい、